そうか、なんか、なんか、降ってくる、光ってるのが。あ、これ。なんか、無体から落ちてきました。え、どういうこと？あ、無体育が、綺麗になくなってます。どういうこと？おい、スバル、どうなった、スバル。こちら、CMM テレビです。皆さん、お聞きください。ムータイクが、崩れ落ちました。やりました。これで、地球に平和が戻ったのです。ロックマンです。ロックマンが、やってくれました。彼が、地球を救ってくれたのです。いや、待て。そのロックマンどうした？死んだの？え？我らの青いヒーローが。え？これは。はい、ということで皆さん、流星ロックマン2ダイナソー完結しました。お疲れ様でした。あ、なるほど。さっき光っていうのが落ちていったのは、大パーツだったのね。なるほど。大パーツが落ちてって言ったわけね。なるほどね。で、これが海の中っていうことか。なるほど。流星ロックマン2、ベルセーク、ダイナソー。あ、本当に、あ、スタッフとかエンディングなんですね。え、これ、デッドエンドかな？マルチエンディングだったかな？流星ロックマンって。え？違うよね。ちょっと、2はエンディング行ったの初めてだから、わかんないけど。マジか。あ、でも、わかんないけど、とりあえず、エンディング迎えたんで、なんか、後書きというかなんか、トークしましょうか。終了後トークみたいな。後日だみたいなのはね。いや、後日じゃないですけど、まあ、はい。流星ロックマンね、2、初めてまだというか、初めて半年ほどですが、いや、面白かったですね。うん。流星ロックマン2、結構、最後の方は感動しましたね。うん、僕も、初めて、実況収録中にね、ガチ泣きするという、ことをしてしまって、これはもう今後もね、うまい棒くんの歴史に刻み込むと思います。はい。いや、ほんとあんましめったにさ、こういうゲームとか映画とかでさ、なんかそういうの泣かないんだよね、普通。うん。あんまし泣かない、そういうの。全部、まあ、フィクションだしさ、作り話だから、泣かないけどさ、感動したな、これは。うん。ヒコさんもね、かっこよかったね。イケメンだったね。そう、スバルも、かっこいいし。うん。まあ、流星ロックマン2実況はね、昨年の10月くらいかなに、動画の、撮って、YouTube にアップロードしたんですが、なんとその動画が消えてしまい、ちょっと、うまい棒くんのやる気もね、なくなっちゃったんですよ。はい。そんな時にね、いろんな視聴者様から、頑張ってください。次、楽しみにしてます。などというね、コメントをたくさんいただきまして、周りのね、友達からも、流星ロックマン実況、俺見てるから、またやってくれよ、などというようにね、まあ、励ましてくれたので、また、流星のロックマン2実況を再開することができました。はい。本当にね、そういう皆さんのおかげで、こういう風にエンディングを迎えたことができたので、本当に嬉しく思っています。はい。なので、視聴者の皆様、そして、うまい棒くんの友人の方々、そして、流星ロックマン2開発に関わった皆様、ありがとうございました。いやー、ほんと面白かったな。うん。流星ロックマン2。記憶を頼りにっていう題名だけど、実際はね、ムー大陸にすら行けてなかったんだよね。バミューダラビリンスで、
まだ、これ昔やったのがまだ小学生の低学年の頃だから、意味がわかんなくてね、バミューダラビリンスでやめてしまったんですよ。積んでしまって。で、それで、まあ、やめて、で、また今、こんな風に大きくなってから、また、始めたら、とても面白かったということです。はい。なんでもう、最後の方はもう初見でしたが、ほんとよかったね。うん。流線ロックマン。やっぱカプコンさんといえば、モンハンと流線ロックマンですかね、やっぱ。うん。いやー、ほんと、面白いゲーム、たくさん作ってくれてありがとうございます。ほんと。で、ディレクターさんもありがとうございました。はい。あ、大パーツが落ちていく。あ、下画面の方にも、どんどん下に落ちてきました。はい。あ、下画面に。クリアタイム、38時間、32分。よいしょ。クリア時間、38時間、32分。データライブラリー、S76。メガ12、ギガ1。プレゼンツバイ、カプコン。で、どうなんだ？あ、スバルが。スバルが映ってますね。真っ暗だ。真っ暗で何も見えない。そうか、僕、死んじゃったのか。マジかよ。スバル、誰だ？スバル、聞こえるか？そう、その声は、誰だ？マスか？まさか、父さん、パピー、スバル、よくやったな。俺は父親として誇らしく思う。父さん、うん、僕、頑張ったよ。父さんみたくなりたいって、そう思ったから。でもスバル、お前にはまだ言わなくちゃいけないことがある。みんなとの約束、まだ果たしてないんだろう。お前が他の誰かを大切に思うのと同じように、他の誰かもお前のことをきっと大切に思っている。お前が亡くなったら涙を流す人が必ずいるはずだ。大切な人たちを本当に思うならスバル、お前も無事に帰らなくちゃいけない。そうだろう？うん。さあ目を覚ますんだ。お前が大事にする人たちが待っているぞ。頑張れスバル、いつも見ているからな。父さん。うわぁ、お父さん、いい人だな。お、ここは、こだまタウン、そして、そば。はっ。ここは、あ、あれ？僕は確か、ムータイクに取り残されて、どうなってるの？ようやく目を覚ましたか。情けない奴だ。そば。もしかして君が、僕を運び出してくれたの？ありがとう、そば。いい奴だな。勘違いするな。たまたま途中でお前が倒れていたんだ。道の邪魔をするようにな。だから、ついでに運んでやったまずだ。照れるなよー。そう。そろ、君の故郷は、俺が故郷を失って悲しんでるとでも、俺はそんな野郎じゃない。ムーが亡くなったところで、何も感じやしない。そろ。ふん。ああ、言っちゃうんだ。最後まで意味が分かんないやつだったね、ソロもね。まあ、待って。せめて、傷の手当くらいは。ふざけるな。俺とお前は本来、決して交わることはない。理解し合うこともないだろう。ここはお前の場所だ。俺には居心地が悪くて、叶わないんだよ。ああ。あざした。僕の居場所。スバルくん、お、まさか、おー、みんな久しぶりじゃないか。みんな、おー、歩くの早い。歩くの早い。スバルくん、怪我とかはない？体は大丈夫なの？委員長、心配かけてごめん。僕は大丈夫だよ。よかった。ほんとよかった。くす。ありがとう、委員長。委員長はずっと泣きっぱなしだったんですよ。目を真っ赤に晴らして。あ、あんただってピーピー泣いてるじゃないの。
だって本当に帰ってこないかと思いましたし、うん、また涙が泣くなきつもど。すまず、やっぱお前はすげえぜ。約束通り牛丼腹いっぱい送ってるからな。おお、いいね牛丼。牛丼、うちの近くに松屋があるんですよ。松屋ね、結構たまに行くんですが、結構僕も好きですよ牛丼は。うん、いや、ここは奮発してステーキだ。おお、ステーキいいね。ステーキ好きだよ。すごいうまい。僕の家の近くにステーキ屋さんもあって、まあ行くんですけど、腹壊すまでステーキおごってやる。ありがとう、スバルくん。私たちを、いえ、世界中のみんなを救ってくれてありがとう。ミスオちゃんが助かってよかったよ、ほんと。君はやっぱりヒーローだね。帰ってきてくれて本当に嬉しいよ。くす。ねえ、スバルくん、一つだけ言わせて。うん、何？お帰りなさい。お帰りなさいです。お帰りだぜ。お帰り、スバルくん。こいつだ。泣いてるせいでみんな顔がくしゃくしゃだな。見たい。俺も見たい、その顔を。見たいな、顔を。みんな、僕何度も諦めかけたんだ。でもそのためにみんなの顔が浮かんできて、もう一度みんなの顔が見たい、そう思ったんだ。そしたらなぜか力が湧いてきたんだ。スバルくん、みんな、委員長、ゴンタ、キザマロ、ミソラちゃん、そうだ、そうなんだよ。これほど大事なもの他にはないんだよ。こんなことが他にあるか。ありがとう。そして、ただいま。あれ、動かない。あ、おしまい。なんか、おもてなしみたいな言い方だね。おしまい。あ、クリア情報をセーブしますか。あ、じゃあ、はい、じゃあクリア情報をセーブしますかって言うんで、セーブしましょう。合格しますが、よろしいでしょうか。大丈夫。セーブ中です。あ、セーブが完了しました。はるか昔、圧倒的なパワーでこの地上を支配した種族がいた。彼らは鋭い爪と牙を持ち、吐き出す息はまるで燃え盛る炎のようだったという、その名もダイナソー。すげえ。いつもここさ、スバルかさ、院長かさ、ゴンか刻まるかミスラちゃんか、ウォークが、大密さんに、皆さん聞きました？みんなが言ってるんですよ。そう、6人全員で。おぉ、すげえ、もう一度聞きたい。やったね、ダイナソー。あ、はい、下画面、クリアマークが出てますね。おぉ。はい、ということで、では、流星浮くダイナソーの、流星ノコマン2、ダイナソー実況は、今回でおしまいです。お疲れ様でした。ってさっきも言ったよね。いやー、ほんと面白いゲームだったこれは。ほんとよかったね。もうこれ7年前のゲームだけど、そんなねえ、7年前ってねえ、早いね。ついこの間これ買ってバミューダダミースどこかわかんないって言ったのか、もう7年前と。早いね。あの織姫さんたちもどうなったか知りたいね。織姫さんのその後の人生を知りたい。はい、ということで、じゃあここで予告です。さあ皆さんも気になると思いますが、新実況の方を発表します。新実況はでで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 
流星のロックマン3です。はい、特定。いよいよ、流星のロックマン3ですね。を実況していきます。うん、ワン、ツー、スリーと来て、3がね、流星のロックマンシリーズのついに完結編ということで、ちょっと、僕自身も楽しみなんですが、流星のロックマン1、2は、まあ、内容とかほとんど覚えてるんですけど、3はさ、正直全く覚えてないんだよね。うん。内容とか出てくるボスとかさ、でも3が唯一エンディング行ったんだよね。小さい頃。まだ僕が小学生の頃だったんですけど、うん、3だけエンディング行けたんでね。まあラスボスくらいは覚えてますけど、どんな強さだったとか全然覚えてないんで。ほとんど初見ですが、一応続いているのでね、題名も記憶を頼りでやっていきます。はい。ということで、では、終わりにします。ご視聴ありがとうございました。では、他の実況プレイ、新実況の方もよろしくお願いします。バイバイ、まったねー。